では行きましょうか。はい、はい、そうですね、ダービー、日本ダービーですね、と芝の 2400m の、G1 ですね。まず天気予報ですけど、はい、日曜日は、金曜とかちょっと崩れそうなんですけど、今のところは日曜は結構晴れで、最高気温も26度とかまで上がるんで、まあ、週金曜日とかに多少の雨があっても、この天気の予報のままで行ってくれるんであれば、量で行けます。はい、ただね、今日その風の影響とかもらっ、あの言ったら季節馬 の, あの選手の振り返りあるじゃないですか。そこで、あのね、三宅さんの見解はね、3条すべてで週末に雨予報が出てるって出てるんですよ。だからちょっと、あの、まあ、1週間もあるから何とも言えないですけど、あの三宅さんの天気図の読み方っていうのは週末天気が崩れるっていうふうに言ってるんで、ちょっとここは気になるところですけども、ちょっと気になりますね。やっぱり寮でやってほしいですけどもね。とりあえず今のところは一応寮で話しますけど、日曜になったら全然変わってくると思いますね。では行きましょう。まずね、皐月賞を買ったジオグリフですよね。これね、あの、まあ、言ったらちょっと桜花賞のスターズオンアースに似てるパターンように見えますよね。どういうことかって言ったら、アサイハイフューチリティステークスではドーデュースとかに負けてるで、共同通信杯ではダノンベルーガに負けてる。それを本場で逆転したっていう感じに見えますけど、ただね、皐月賞の時って外枠の差し馬有利な馬場やったから、そういった意味ではちょっとスターズオンアースとは私はニュアンスは違うなというふうに思うんですよね。うん、まあ、今回、一番の問題としては軽い芝に変わることですけど、まあ、一応新馬戦では上がり33秒3を使ってるけど、まあ、重い芝と軽い芝どっちがいいのって言われたら、まあ、軽い芝よりも私は重い芝の方がいいと思います。で、距離の2400っていうのはやっぱり一応ポイントにはなってくると思いますけど、なぜかというと一度でもやっぱ1600とかを試した馬ですからね。そんなんしてなかったら何とも思わないんですけど、まあ、一度でも1400、1600とか、 なんか短い方にシュートさせたっていうのが私はちょっとだけ気になりますけども、距離はやってみないとわからないっていうのはちょっと一応陣営から出てますけど、ちょっと弱いとこコメントは出てますけどもっていうところですね。まあ、あとはやはりあんまり上がりが早くなってほしくないなっていうのはありますね。あ、ちょっと止まってるな、これまた今ちょっと止まってますね。あ、戻りました。はい、大丈夫。あ、戻ってない。あかんわ。まあ、ちょっとやっぱ調子悪いですね。あ、皆さん少しお待ちください。はい、また戻りました。ちょっとね、調子が悪そうですね。はい、ぐるぐるしてます。まあ、ぐるぐるときはちょっとあるので、皆さん少しそのままお待ちください。はい、ぼちぼち始めていきたいと思いますが、はい、多少調子悪いときもあると思います。お病大きい。なんでなんでしょうね。その間に私がコメント、まあ、つなぎでコメント読んでおきます。確かにね、どこのレベルが高いかとかね、別路線組も気になるところですが、まあ、ちょっと途切れ途切れになると思いますが、あの順番にお話しいただきたいと思いますので、はい、大丈夫そうかな。今ちょっと大丈夫。今いけるかな。はい。なんで、すいません。お待たせしました。OK、はい。はい。はい。では行きましょう。はい、まあ、そうですね。先ほど、そのジオゴリフにとって、対してはあんまりあの上がりが早くなってほしくないという話をしましたけど、それはなぜかというと、ライバル勢でやっぱ切れる馬がおるからなんですけど、まあ、それがやはり皐月賞であの初めて負けたイクイノックスであり、まあ、あと4着のダノンベルーガ、この2頭というのは やはり東京コースでの領績というのが目立ちますよね。まあ、キャリアは少ないですけど、イクイノックスはそのトースポ杯、東京スポーツ杯2歳ステークスで上がり32秒9というとんでもない足使いましたし、また共同通信杯でダロンベルーガはジオグリフに 0.2 秒差をつけて勝ってる。その時の上がりが33秒7。やっぱりこの2頭というのは東京にコース変わるのはいいと思いますし、だからこそ、ジオグリフは、瞬発力というものでは勝負したくないから、持続力の勝負になってほしいんですよね。だということは、誰が先行馬とかどうなりますか。先行馬、あ、まあ、あれがいるじゃないですか。またデシエルドとビーアストニッシュがいますね。あ、けど、サツキ賞で花切ったの誰やったっけ。アスクビクターモアが行ったんですけど、いや、どうなるやな。今回は私はね、やっぱデシエルド行かなあかんと思いますね。そうですね。あのね、まあ、そうですね、デシエルとビーアストニッシュと、まあ、ビーアストニッシュは別にいかんでいいと思いますけど、デシエルとはやっぱ花切った方がいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。どうやろうね。そうですね、行く気のコメントとかあるんですかね。まあ、アスクビクターモアは、え、
コメントで花を切りたいでシールと言ってますよ。花、ああでシールとでしょ、うん、花が理想ですって。いや、はい、今回やっぱ行くと思いますね。そうですね、アストビクターモアも当たり前けど全然逃げ馬じゃないし、前走は2番枠っていうのを引いたので、うん、多分それを生かして花切ったと思うんですよね。なのでまあ、デシエルドは前走16番枠やったからやっぱね2番枠が花主張したらそれは控えるやろって話ですけども、まあデシエルドは今回花切ってくるでしょうね。こういうのが、まあ、もちろん岩田康成騎手ライバル勢の瞬発力っていうのを認めてるからため逃げなんか絶対しないと思いますから、そういった意味では、ちょっと大胆な騎乗っていうのを期待したいところですよね。まあ、ただその大胆な騎乗をしてもそれに他の馬たちがどこまでついていくかっていうのはありますよ。まあ、あと皐月賞の話をしたら3着のドーデュースも話さないといけないですけど、これね、武豊騎手が皐月賞の後にコメントした内容がもっとペースが速くなると思ったからかなり構えた乗り方しましたけども、まああれ届かなかったですけど、逆に届かなかったことが今回の2400には私はつながるんじゃないかなというふうに思います。あの乗り方やったら2400全く問題ないと思うし、実際皐月賞でメンバー中最速流れ使ってるのってこの馬なんですよね。まあ、東京コースでの切れ味の勝負になるとどうかっていうのはありますし、今回も前回みたいにあんな後ろから乗るんかっていうちょっと乗り方の問題はありますけども、2400自体は問題ないと思いますね。まあ、やはりこの今説明した皐月賞の4頭っていうのは皐月賞組の4頭というのはかなり強力だと思います。そうですねで、まあ、その次の5着がアスクビクターモアなんですけども、まあ、これはね中山コースが本当に強い馬なの で、ね、東京に変わった時に、まあ、アイビーステークスでドーデューズ 0.1 秒差っていうのがあるんですけど、やっぱ切れ負けするから今回その何やろ、デシエルトが花行くかもしれないですけど、アスクビクターモアもやっぱり積極策取ると思います。やっぱ瞬発力じゃなくて持続力でなんとかならへんかなっていうところは見せたいと思いますね。持続力っていうまで言えば別路線組で言えばアスクワイルドモアもそうですね。これ前走の京都新聞杯見てもらったら分かりますけど、2分9秒5っていうのはこれ世界レコード1回出ましたよね。でただこれそれですけど、これレコードですけど上がりが35秒2ってかなり平凡じゃないですか。要するにこれは全体の走破時計は速くなっても OK やけど上がりはかかってくれっていうタイプやから、これは言ったらデシエルトとかそのがもしハイペース速いペースを作ってくれるんであればこの馬にはラッキーなんですよね。この時計で走れるってことは東京の時計勝負全く問題ない。ただ上がりは嫌やって話ですよ。あとね、マテンローリオンが出てくるんですよ。しかもマテンローレオとマテンローリオンで2頭出てきて、横山のりひろジョッキーはオリオンを取ってるんですよね。で、まあ、さすがにね2400どうかなっていうのはありますけど、あの最高峰からの競馬やからね、いやーちょっと不気味やから、不気味やけどね、全然分からんけどね、2400ね、分からんけど、分からんけど前走と同じ乗り方してくんのかな、ちょっとどんな乗り方するかも含めて楽しみは楽しみですけどね。いや絶対無理やったら出てこないと思うんですよね。これはもちろんですけど、調教師とジョッキーとか喋ってていけると思うっていう話から言ってるんですよね。実際このローテーションでキングカメハメファ両方買ってるし、まあ、あとディープスカイも買ってるしね、このローテーションっていうのはディープスカイでしかも旧車ここちゃうかったっけ、コンです、コンさんです、ね、はい、そうです、はい、それをそのローテーションで結果出してる旧車っていうのもちょっと心強いじゃないですか。これちょっと私は買いたいな、ね、あとピースオブエイトですよね、やっぱりね、頑張れーピースオブエイトはね、どう考えても NHK マイル行くかと思ったけど、いやこっちでできたってことは距離問題ないんでしょうね。まあ、前走はミチュアルの影響があったからちょっと平凡な数字面では平凡な競馬になりましたけど、まあそれでも勝ち切ったところには価値がありますし、まあ瞬発力どんだけのものを使えるかどうか分からんけども、レースぶりは非常に優等生のものがありますからね、後位から、これも前に行けるっていう強みはありますよね。そうですね、まあ、あと初距離もありますけど、もちろん左回りも初めてっていうのもちょっとありますけどもね、ちょっとやっぱ問題っていうか課題は多いですけど、課題多いですね、まあ、3戦3勝で全くそこを見せてないっていうのは不気味ではありますね。はい、NHK マイルカブチになってこっちに出てきたっていうのが私はやっぱり気になりますね。そうですよね、動画でも NHK 行くと思ってたってことは、まあまあでも短くするよりは長い方やっていうふうに思ってるからですからね、関係者がね、うん、そこには乗ってみる価値はあるんじゃないでしょうか。
藤井総決算なんで頑張ってほしいです。あと青葉将組ですよ、プラタリアと、はいはい、あとロードレゼルもいいじゃないですか、先行馬って言ったら。そうです、はい、この馬ロードレゼルは前走の青葉賞は結構なペースなんですよこれ、ね、うん、そうですね。でだから私このロードレゼル見た時に、あ、菊花賞面白いよっていう話をしましたけども、うん、でもここもデシエルとか行って、2番手おそらくロードレゼルですわ。あの早いペースで先行するのはもうあのもう喜んでいきますから、まあ、言ったらディープインパクト3区やけども瞬発力じゃなくて持続力の馬ですから、これはちょっと、面白い面あっていいと思います。で、まあ、それに勝ったプラダリア、ね、これね、未勝利勝ちが圧勝でしたけども、それが、伊達じゃないということを示してくれました。軽い芝もこなしましたし、うん、まあ、これでね、もしね青葉賞をロードレゼルが勝ってたらもっと面白いなと思うんですけども、うん、まあ、あとはやはり本番との力のあれですよね、比較ですよね。コメントでおやんこぽん、おやんこぽんね、うん、あの前走の、まあまあ、そうそう、サツキ賞の6着悪くないんですけど、まあ、ただこれね、あ、そうか、これでも東京でも一応買ってんのか。そうなんですよね。なんか穴っぽい感じはしますけど、うん、ただね、このね、この100日走特別組って他のこの2着はもうあかんでしょ。その後4プレミアか、うん、あかんでしょ。うん、ちょっとレースレベルはどうかっていうのはあるけど、でもね、一応33秒台の上がり使ってるし、まあ、正直ね、今も完全に差し馬になってるから、差す競馬であの位置から33秒台使いって言われたらちょっと嫌ですけど、まあ、けど上がりがかかれば、ちょっとね、やはりそのデシエルトとロードレゼルとか、その辺の流れは気になります。上がりが34秒台とかで間に合うような競馬になれば、この辺の出番もちょっとあっていいと思います。そうですね、うん、キラービリティも同様ですね。瞬発力っていうものに関しては、まあ、一応ね、ハギステークスで33秒6使ってるんですけど、まあ、ダノンスコーピオンにわずかですけど負けた、まあ、でもわずかに負けたダノンスコーピオンがその後 G1 倍になったってことを考えたら、この負けは目つぶれますからね。ただやっぱりこの馬も瞬発力じゃなくて持続力なんで、うん、まあ、オニャンコポンド同様でちょっと上がりはかかってほしいと思いますね、まあ、同じような意味で言えばジャスティン・ロックとかもそうですわ。ジャスティン・ロックは未勝利勝ちが一応上がり33秒台なんですけど、まあ、上がりかかってほしいタイプですよね。ジャスティン・ロックとかオニャンコポンとかキラーアビリティは似たようなタイプ。言ったら東京と中山やったらやっぱ中山の方がいい馬なんですよ、3頭とも。で、上がりかかってほしい差し馬やから東京コースに変わるんで、33秒台とかの上がり要求されたら厳しいけど、ちょっと上がりがかかるような競馬にもしなれば対等の余地はあるよって話です。うん、そんなところですね。なところでしょうか。以上ですね。そうですね。はい、というわけでもたくさんお話いただきましたけど、はい、楽しみですね。はい、というわけで皆さん、月曜日段階での日本ダービーの馬キャラ、はい、たくさんお話いただきました。はい。